で、まあ、お筆先についてもちょっと先にじゃあやっちゃいますけども、大正8年5月、京都日の出新聞に掲載された京都府警の調査報告書によると、警察が捜査した際、その現物が出てこなかったというと。で、その点を鬼三郎氏に尋問すると、筆先の原稿を作るときに、年月日と組み立て等を開祖直に尋ねながら書いたのであるから、市場の項になったもの、つまり原稿の元になったものと同じお筆先は実際にはありませんって答えてるんです。つまり、これは何て言うかってことかっていうと、鬼三郎氏が創作したものであるってことなんですね。それを証言してる、ご自分も。これはね、はい。大本真由ってあるんですよ。はい、それ。だからその大本真由のこと言ってるんですよ。うんうん、大本真由は、お筆先をもとに、その鬼三郎氏が漢字に訳してっていうね、言われていたけども、警察がだから捜査した時にですね、その、27万枚とかって言われるね、そういうものが見つからなかったので、どうしたんですかと、鬼三郎氏に聞いたの。事件っていうね、うん、裁判もね、警察も、あの時はもうめちゃくちゃやってるわけでしょ。うん、そんな一コマでね、うん、その時の伝承を、うん、それは警察が拷問かけて、徹底して、ね、うん、聴取をしてるわけでしょ。うん、そういう状況の中で、うん、まあ、そんなこと言えない面もあるわけですよ。うん、もう作られてるわけ。うん、ほとんど警察が作ってるんですよ、調書、うんうん、で、そういう中の一コマで、うん、それが、どうかって言われても、うん、それはね、実際に大本にはお出先っていうのに27万回実際あるし、ね、うん、あって原本があるわけですよ、うん、そしてそれを、その今はあるんですね。ありますよ、保存されてる。それは、その、なお、開祖が、本当に、その時にですよ、その、明治でしたっけ、その一番最初の時に、本当に自我に書いたっていう、なんか、絶対的な根拠ってあるんですか？教団にそうやって保存されてきたって言っても、書いてるところをみんな見てるわけだよね、他の人はね。書いたものを、うん、まあ。それは、電気が変えたかどうかいうことですか？そうですね、今現存しているものが。これは、我々にとっては非常にそこもね、関心があるところなんですけども、あらゆる宗教は、まあ、キリスト教なんか代表的ですけど、さっきもおっしゃったとおり、200年経ってから新約が成立している。旧約でしたって、紀元前1世紀ぐらいに成立している。つまり、いや、そこは違うんですけどね、どの宗教もですよ、後でいくらでもやるってことなんです。何でも。何でもやっちゃうんです。だからあれはね、必ず年月書いてました。お出先は。だけどそれが必ずその年月だっていうことをね、証明し得ること。年月書くっていうことは、うん、その時に書かれた時の、うん、日にちを書かないと、ものすごい時代の流れがあるから、はい、判断できない。うん、ね、まあ、現代のこと書いてても、うん、書いたのは明治25年やと、うん、この落差をね、うん、いや今最近はこうなったから、うん、あとで書いちゃったんじゃないかっていうね。だからね、書いたか書いてないかっていうのはね、うん、もうそれはね、筆先っていうのはね、27万本って書いてあったけども、初めから終わりまで実質っていうんですよ、筆札は変わらないんですよ。他の人書いたら、強弱ができるんですよ。うん、だんだん綺麗になっていく。腕が上がっていく。ね、27年以下、初めと終わりね、全く同じ字なんですよ。これはね、本には書いておられないんですよ。もう、書かされてるわけじゃないんですよ。まあね、そこのことは皆さん方の、まあ、中枢部分ですから、まあ、これ以上はそこはね、真偽については深入りしませんけど、